ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。弟のオトです。オト、チョコ欲しい？え、くれるの？バレンタインですね。じゃーん、お姉ちゃんチョコ作ってきました。もう、ありがとう。ちょっと待って、欲しい？欲しい欲しい。それじゃあこの企画に挑戦だ。オトはココロのことをどれくらい理解しているのか、第1回ココロ。私はね、音のために愛情たっぷり込めてこのチョコを作ってきたんだよ、うん、そこで問いたい。音も同じくらいお姉ちゃんに対して愛情を持っていますか？いや、そんなチョコ一個で大げさな。いや、大げさじゃない。こんな愛情も一方通行なのに、さらにチョコもあげるなんて不平等すぎる。というわけで、これから同期に考えてもらった私に関するクイズを出題します。そのクイズに見事全問正解できたら、姉ちゃんをよく理解している愛情があるということでチョコを差し上げます。もしダメだった場合、関西弁で萌え台詞を言うという罰ゲームが待っています。なんでだよ、うん、まあでも姉ちゃんのことは知ってるからクイズは正解できるんじゃない？オッケー、よし、では行ってみましょう。嫌な予感。第1問、一番好きなアニメのタイトルは？アニメでしょ。でもなんか子供の頃のアニメな気がするよな。ホットカハム太郎。では正解を見てみましょう。好きなアニメのタイトルか、2つ今候補ある。カードキャプターさくら。あー、それか。ちなみにさ、2つで迷ってたじゃん。もう1つは魔法陣ぐるぐる。見事、全然かすってません。はい、2問目。自分のことを漢字一文字で表すなら？なんだろう、なんかヒントないの？ヒント。これも答えてくれないのか。元気の元。では正解を見てみましょう。こちらです。前です。前、前向きの前。ああ、そう。反応薄。3問目は、心のチャームポイントは？なんでこれ俺が答えなきゃいけないの？カチューシャ。チャームポイントか、髪の毛かな？なんで？この、見て、うまい具合にカールした、この、あ、見えないか。ああ、はい、全然正解できないじゃん。本当だよ、頑張ってね。お姉ちゃんのこと全然分かってないよ、今のところ。はい、頑張ってね。次。はい、4問目。朝起きて一番最初にすることは？朝起きて最初にすること、これ真面目に答えてる？え、もう真面目は真面目、大真面目だよ。布団をどけるとかそういうくだらない答えじゃないよね。どっちなんだこれは。お茶を飲む。はい、では正解を見てみましょう。こちらです。鏡を見ます。鏡を見るよね。なんで？朝一番にね、今日頑張るぞっていう意気込みを鏡の前でするんだよ。そんなことしてんの？あんまりちょっと恥ずかしいから。次行こう。次は5問目です。一緒に動画を撮りたい人は？有名人。そう。もういいじゃん、どうせ全問正解できてないんだからヒントぐらいちょうだいよ。まあ YouTube もやってらっしゃる方ですよね。 YouTube もやってる。むず、あ、もうわかんないや。リズナー愛さん。答えを見てみましょう。こちらです。ジャルジャルさん。なんで？YouTube やっててすっごい面白いんだよ。で、次で最後なんだけど、何もかすってないよね。まあ仕方ない。最後の質問に正解したらチョコあげるし、罰ゲームもなしでいいよ。やった。最後の問題は、もし違う職業をするなら？ロート製薬じゃなくて違う仕事をするなら？ヒントはなし？なしに決まってるよ。違う仕事、違う仕事。よし、じゃあ行くよ。どうぞ。グルメリポーター。そう、正解を見てみましょう。こちらです。違う仕事か。あ、牧場経営。動物に囲まれてのんびりとしたいな。姉ちゃんにはできないよ。いや、できるよ。なんで、なんで決めつけたの？牧場。そう、一回やってみたいんですよね。ということで、おとくん全問不正解。まあこれからもお姉ちゃんのことをよく知って理解してってね。では音には関西弁で萌え台詞を言っていただきましょう。シチュエーションは、気になっている子に逆チョコをあげる時の一言です。シチュエーションもあるのかよ。はい、これ、今日バレンタインやからさ、いつもありがとう、好きやで。ご視聴ありがとうございました。
すすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタン